国鉄多岐5万五千経過車は、かつて日本国有鉄道及び九百八十七年四月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式は LP ガス専用の二十五トン石タンク車として九百六十六年十二月十九日から九百八十二年十一月十八日にかけて三百十両が日立製作所、 三菱重工業、日本車両製造、川崎車両、富士重工業の5社にて製作された。記号番号表記は、特殊表記符号を全一し、お滝と表記する。なお、滝25200滝25210は、滝5200系メタノール専用車の車番に割り当てられている。また、滝25211滝25249は、 最初から結番である。本形式の他に LP ガスを専用種別とする形式には、タム7100系、タム7200系、タム7300系、タム9000系、タセ5400系、タセ5500系、タセ5700系の7形式が存在した。LP ガス専用のタンク車では、初の25トン積車である。 日本の高圧ガスタンク車で初の断熱材と波よけ板を廃止した形式でもあり、これにより自重を軽減し、25トン積を実現した。1979年10月より化成品分類番号年23が表記された。専用種別の LP ガスと化成品分類番号の年は赤色で表記されている。塗装は、 高圧ガス取り締まり法による規定で、LP ガスボンベと同様のネズミ色1号である。二役方式は、上入れ、上出し式。緊急車断弁は、製造時から設置されている。台車は二軸ボギーで、おたき25000おたき25047は、平軸受けの TR207 バイト、おたき25048おたき25130は、 コロジク受けの TR211 バイト、おたき25131以降は、TR216 バイトである。ブレーキは、おたき25000おたき25008は、片側側ブレーキ、おたき25009おたき25087は、両側側ブレーキ、おたき25088以降は、手ブレーキである。本形式は、従来のタムタサ級の車両に変わり、 LP ガス専用車の主力形式となったが、国鉄末期の1984年から本形式のトータが始まり、1987年4月の国鉄分割民営化時には245両が継承され、1995年度末時点では100両が減存していたが、その後も輸送体系の変化などで廃車が進み、2007年10月に最後まで在籍した1両が、 廃車になり、同時に、形式消滅となった。ありがとうございます。